よいしょー。いやー、木曜日終わりましたー。イエイエイエイみたいな。ちょっと風すごいっす今日。寒くはないんだけど、帰るとき、帰って走ってくるとき超暑かったなんですが、今日はですね、何をしましょうとか感じましたけど、おつまみ買ってきました。じゃん、今日は胸から買ってきました。たまに食べる豆腐ね、しみ豆腐。今日カツオ買っちゃいました。では初めのお通しにエビせん食べながら行きたいと思います。だーん、今日まだ本気で行きますね。じゃあちょっと店を飲みます。うん、いきます。いってくるよ。おし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 。うわ、いいですね。よいしょよいしょ。なんで犬はこう飲もうとするとなんかトイレとか始めるんだろう。ということでね、食べたいと思います。いきます。よいしょ。今日はね、芋焼酎も置いてあるんですけど、まだね、ちょっと寒くないんで、暖かい感じなんで、ダーン、キムミヤさん来ましたね、ダーン。ということで、今日はね、ちょっと久々ホッピーを飲みたいと思います。と、できました。よいしょ。よし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 。ホッピーいきます。いや、このカツオいただきます。うん、うん。この胸肉いきます。こっちでしょ、マヨネーズついてるから。でかいなこれ、めっちゃでかいよこれ。ほら、うんうん、今日の朝なんてすげえ病んでたからね、わーっつって。なんか、わーって、なんかね、ラジオも朝収録してんだけど、朝歩きながら、もう完全に病んでるなって分かってるもん。ああ、俺病んでるわ、今日って。うん。あ、ダメだ、今日は、って思うんだけど、すごい人数少ないんだけど、すごいマニアな人が聞いてくれてるから頑張ろうと思って。だからやってんだけど、ああ俺めっちゃ病んでるわーと思って。朝何が病むって、や闇ってなんて言うんだろうな、二日酔いじゃないんで、この自分のね、小ささが病んなるんだよ、なんかね。うん、自分が小せえなーって
もっと大きくなりたいよって思うんだけど、全然小さいじゃん、現実的には。ほら、なんて言うんだろう、あ、どうしようかな、170円のゼロコーラにしようかな、いや130円のシシレモンにしようかな、いやでも街カフェの S にしようかな、 M にしようかなって。でもそれ全部を我慢すれば、今日一日170円貯めることができるとか、そういうなんかもう、なんかもう、そう嫌になっちゃう、なんかもう、何俺こんなことでぐじぐじ悩んでんだろうって嫌になるんだよ。隣でさ、やっぱさ、おじさんがさ、サンドイッチ、乳酸菌の高いやつ、サラダ、パンとチョコレートみたいな全部買って、千何百円みたいなのコンビニでピーピーってやってて、カードでピーなんてやってて、毎日そのうちにでピーって、朝っぱらから1500円ぐらい使ってて、俺はジュース1個にすごい悩んでてさ、あ、もうやだ、もう、俺もうやだ、もう、俺もうやだ、この生活やだってなるんで、なんか頭おかしくなってくるんだ。そう、なんかそういうのたまにあるのよ、俺。そんなんじゃ元嫁に逃げられるよねと思うよ、本当に。もう、ただ速く走れてもしょうがないじゃんと思ったもん。自分で何かを築き上げないとって。築き上げようと思ったら何もできないじゃんって言われても、言われちゃったからさ、ショックが大きくてさ、その時はさ、できないけどさ、ね、さ。何もできないけど、表現することは好きだから、やりたいなと思って。でも、だから今、ハイパーなスピードで表現してんだけど、毎日いろんなことを、そういうことを表現できて、少なからず見てくれる人がいてくれてるってのはすごいいいなって思う。自分の心の表現をしてるから、すごい嬉しいけどね。心配してくれる人はいるけど、アンチコメントとかはやまないので、そういうコメントはやまない。それで、あーって思うけど、あ、また来たって、また来たよって、また来たって思うけどね、20人に週ぐらいからいるの、僕は。20人か30人の割合で1人出てくるって感じ、コメントが。悪いコメントが、それはしょうがないからね、いいんだけど、寒くなってきたんでね、お湯割りを飲みたいと思います。酒に囲まれてる生活ですね。よいしょ、うー、買っとこうか、ニンニクを添えて食べます。タップしたニンニク、
例えば箸の使い方で行ってくる人ってあれ何なの俺分かんないんだけど、動画で箸に箸の使い方がどうのこうのとかっていう人は それ何なのかな、分かんないんだけど俺。なんで動画でそういうこと言うのかなと思って。街でほら食べてる人いっぱいいるじゃん、目の前で。そしたら気にならないんだ、そういう人は。ちょっとあの人箸の使い方おかしいよとか言って、あの人だけの箸の使い方ちょっと変だよとか言って、そういう話題にする人なのかな、わかんないけど、うん、謎なんだけどこれ。YouTube 始めてからの謎だそれ。もうね、うめ。マジさ、毎日頭がぐるぐるしてることあるんだけどさ、毎日住みたいね。頑張ろうよみんな。ねえ、俺こんなだよ。鼻いじってっけどさ、鼻の中まださ、なんかね、鼻の中に、あの、かさぶたみたいなのできるんだ、俺。ほじるとさ、鼻に出てきてダラダラ。それで仕事してんだ、俺。やばいよね。もう、やんなっちゃう。もう。俺の予想で、3人ぐらい10代の子を見てくれてるかもしれないけど、もうダメだよ、もう一生懸命こう夢に向かって生きた方がいいよ、こういうおじさんになっちゃダメだ、うん、こういうなんかもう人生路頭に迷ってるおじさんの典型的なタイプだから俺、本当に。あ、面白いなとかじゃなくて、あ、もうこの人ダメだって、ね、見ないと面白くないし、人生俺もうなんかあーって毎日あーって思ってるし、あーってなんでだ俺これって。なんでこんな人生なんだって悩んでるから毎日さ、本当に毎日よ。だから走るんだよ。毎日15キロ、20キロも苦しいから、心が。うん、今、俺が精神的にやばくなる状況は、うちの犬がいなくなることと彼女がいなくなったら、もう、YouTube なしだよ、もう。YouTube なしになる、もう多分 YouTube できないよね。頑張ってるよ、頑張ってる。これでも頑張ってるよマジで。よいしょ。知らねえもん、知らねえもん、人生なんてだけだろ。ああ。お前が言っちゃうんだよね。今日大丈夫だよ。大丈夫、もう寝るから。寝るか、みさん。ね、寝るって寝よう。
ちょっと飲むよ。最高、最高です。また明日金曜日頑張りましょう。すげえ酔っ払った。またバイバイ。